プリンセスコンテストか、僕には関係ないね。だって僕アニメのキャラ以外に興味ないし。まあちょっとだけなら見ていくよ、ツンデレだ。こんなイベントやってたんですね。盛り上げたくなっちゃいますね。サタタン、サタタン。彼女がエントリーしてるんだ。リレース実装とチケットのために。うん。面白そうなことやってるし。プリコン気になっちゃって。さあ、それ先生に話しかけとくか。プリコンが始まるね。真面目な顔で何言うてんのよ。プリコンを見に来たのかな。見に来たどころか参加しちゃうよ。トミーに大歓迎よ。はーいっと。フミちゃん大丈夫？住所ないよ。フミちゃん頑張って。ナズメさん任せてください。本当だ、俺あの子に投票しちゃおう。手強いライバルもいるそうですね。フミちゃんなら絶対優勝できるよ。言葉ですが、このようなくだらぬ、見せ物に本当に姫が現れるのですか。凍結、これはやはり姫はこの町に。はあ、すでに姫はご自身の力にお気づきかもしれん、うん、自らを姫だと思っているならプリンセスコンテストにも出るだろう。フミちゃんが自ら出たそうだったけど。さあ始まりました、神本町プリンセスコンテストの時間だ。神本町商店街から元気もらえるためにこんなにプリンセスコンが集まってくれたぞっと。じゃあ最初はスピーチ、自己アピールお願いするぞ。全部モブ集がするから一番右の子かな、わかんない。モブ A です。おっとプリンセス立候補、人気のマスコットガールになってくれそうだ。モグモグバーガーのお姉さん、いらっしゃいませ。モブ B です。おっと魅力的なビールです。突然の半額宣言に観客もヒートアップ。あ、なんと仲良く2人の参加です。張り切ってどうぞ。はい、モブ C です。モブじゃねえよ、広いんだよ。モブ D です。ちゃんと夏目ですよ、よろしく。ふみちゃんではやっぱり可愛い。夏目さん素敵です、こっち見てください。今日一日目いっぱい遊んじゃおう。ゲーセンとかドーナツさんとかいろいろ行ってみようねって。まさにフレッシュ、三村風にフレッシュ。さあこの子ちょっと怪しい、あやめ、あ名前がある。姫のあやめと申します、よろしくお願いします。最近この町に引っ越してきたんですけど、共に賑やかな商店ワクワクが止まらないの。こんな素敵な町で暮らせるなんて、これから毎日がとても楽しみ。ワンダフォー、私たちの毎日までキラキラ輝きそうなスピーチです。かわいい姫のあやめさん、あんなにキラキラした女の子がこの世にいるなんて。彼女こそ100年に、いや1000年に一度の美少女だ。お、姫あやさんに一目惚れですね、あきのりくん。姫あやさんなんて素敵な。アイドルみたいでグッとくる姫のさん、姫あやさん、あやめさん。どのプリンセス候補も素敵です。それでは投票タイムに入ります。彼女こそプリンセスという女性に清き一票。うん、よし、全員夏目さんに投票しよう。おいおい、
ひまやさんでしょ。まいったな。もぐもぐバーガーダさんが入ってるぞ。トーマもぐもぐバーガーのお姉さんに投票。大事な一票です。心を込めてお名前を書きしましょう。投票行きましょう。よし、ウィスー。あ、戻ってきた。挨拶だけ。水着コンテストとかそういうのないのか。あったね。あったね。だからデレデレしてたね。俺の気持ちは1票なんかじゃ収まらないぜ。投票券買えばいいんじゃない。1枚1,080円。モグモグバーガーって商店街のお店じゃないんだよねと。そういえばモグモグバーガーなかったよね。そこにあったのミスタードーナツだもんね。あ、だってミスドーナツだもんね。でおばちゃんに話しかけると話が進む。あれ先生だけになってる。興味深いコンテストですよね。君は天野たちに投票するのかな。そりゃそうでしょ。あ、先生いた。先生じゃねえ。商店街の姫は決まった。まさかこんなところにもアイテムあったとは。お、風魔のアークがおんねん。ナビワーン。投票結果出てないんだけど、よろしく頼んだよ。何を頼んだんだ。わしの娘が一番じゃね。君の娘誰よ。ドーナツ屋のお姉さんです。好きなのは俺だ。誰なんだろう。ドーナツ屋のお姉さん。モグモグバーガーをよろしくお願いします。アニメキャラ以外に興味なかったけど、現実の雲結構。おお、現実に帰ってきたこの子。でも本命はアニメの帰りきれてなかった。清き一票で友達を優勝に導いてみせるわ。あやめちゃん、おお、自己アピールでいいこと言ってくれたし、優勝して喜んでくれるといいな。あ、あやめちゃん、あ、これあやめちゃん勝つな。これもいろいろまずいな。俺のふみちゃんが負けてしまう。よし、投票しよう。もちろんさ。あなたのプリンセスのお名前しっかり書いてちょうだいね。とふみちゃん、なつめさん。もぐもぐバーガーも選べる。これ本当にさ、もぐもぐバーガーのお姉さんに投票したら半額で買えるとかだったら面白いよね。でも僕ふみちゃん大好き。ふみちゃんは俺の嫁。リアル。おっと、あのおっさんの娘さん後ろの人かな。さあ、英語のプリンセスに現れたのは姫あや。知ってた。大きな口で、お迎えください。私がプリンセス。あざとい子だ。ふみちゃんすげえ笑顔だったよ。普通だったらね、キーってなるはずなのにさ。優勝賞品、海外旅行券、うるわしのプリンセス。よくぞコンテストに優勝なさいました。あ、坂美くん何やってるの。なんだ。あんな美味しい役を俺だって渡したいよ。こちらが優勝賞品の南の島のリゾート行きペアチケットです。リゾートペアチケットが手渡された。わざわざね、これアイコン作ってるってことはもらえるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの商品も、お、リアル商品3000円割引券。まあ3000の商品券リアル。ペンギン堂のスペシャル、これ全部もらえるのかな。ミスドーナツリアルだ。協賛企業の
アイテムリアルだわ、金額とかが。ヤミーズのファミリーお食事券。ちょっとちょっと、これ他の人に渡す。あ、そういうことか。おい、プリンセス姫のあやめ様だぞ。まあそうなんだけど、参っちゃったな。真の姫、商店街にとどまらず、すべての世界の、ちょっとなんか言い出してるぞ。姫じゃなくて、姫のなんですけど。あいつ何やってる。変わった演出なのかな。皆さんにはちゃんと参加証渡しますので、ね、お開きです。お姉ちゃん、私が優勝できない店長がっかりするかなって、こういう経験も悪くないかね。楽しんでグレダガイ、いつでも君を待ってるぞ。おばちゃん、みんなとてもキラキラしてたわよ。おばちゃんも若かった時のことを思い出すわ。おばちゃんも若い頃は綺麗だったんだよ。大阪のおばちゃん、姫あやさん、やっぱりプリンセスになった。お前が投票しなくてもね。いい気分転換になったね。今日は楽しかったよ。もう5時半なんだけど、楽しかった。応援ありがとう。私に投票してくれたんだね、とっても嬉しいと。お、ドーナツあげる。チョコットドーナツ、モチリンロール、エンジェリング、エンペリウム落とせ。ありがとう、今日は楽しかったわ。また遊ぼう。よし、怪奇案件落ち着いたらもっといろんなところに遊びに行ってみよう。おー、ぼーっとしてますよ、あきのりくん。ずっとこんな調子にゃん。あやさん、マジかわいい。なるほど。可憐で終わった。私はなずめさん一筋だ。同じ町に住んでるって言ってたし、きっとすぐに会えるわ。おお。そっか、そうだよな、と。よし、元気出てきたぜ。明日からまた探偵団頑張るぞ。あ、そして1日が過ぎた。あれ、綾乃さん、綾乃さんか。綾乃は違うか。すみません、姫の綾乃です。振り込んでお会いしましたよね。なんでなんで、姫綾さん本物。おばばさん、おばばの知り合い。綾乃さん、迷惑なんかじゃありません。むしろお会いできて、お会いできて光栄です。態度変わりすぎ。ふみちゃんの前だとあんな感じにゃん。俺も、まあ、ふみちゃんの前だったらしょうがないかな。そして妖怪探偵団に行こう。妖怪関係に決まってるだろ。それ以外の理由で来ない。はい、見えるんです。見えるというと、この子たちが見られてるにゃーん。はい、妖怪見えてるの。このベッド、ケイタ君のベッドだよね、もう実質。商店街でね、おしゃべりしてるの気づいちゃって、仲良くなりたいと思ったら押しかけちゃったの。いいにゃん、ほら、ジバッチ、オラッチ、ジバニャンニャンニャン。ウィス、私、ウィスパーと申します。ウィス、ありがとう。ケイタ君、正座。一人だけ正座。はい。あ、妖怪探偵団に入れてくれませんかと来たものだ。あやめさん、ギリギリ小学生か中学生か。イエスイエス、大歓迎大歓迎。ありがとうございます。姫のあやめと申します。よろしくね。あれ、中二、ちょっと小さくない。同級生じゃん。覚えてる、プリコン出てたもん。よろしくね。夏目ちゃんにふみちゃん。夏目ちゃんってちょっと違和感あるよね。夏目さん、夏目さんってミッチーが言ってたから。そうね。
でもまあまあ同じ学校だよ。秋のりは？秋のりは違うの？妖怪ウォッチも何言ってるのかわからないですけど。見えるタイプなんですね。俺と一緒ですね。秋のり学校も行かずに修行だけしてるの。将来潰し効かなさそうだよね。よし。早速怪奇案件の調査に行くぞ。お、キークエ登場。ねね、結構意外にあるな。これはもう終わっちゃったかな。武士なんのやつ。武士にゃん。あれ3つ来たね。このシュレットが怖いんだけど。おけつ。危ない鍋人間。エンカウント。妖精さん。妖魔防具大全といえばいくらか手に入ってたけど、これ何に使うんだろう。まあこの3つクリア。これであれでね、今受けてるやつもいけるだろう。夜のケータくんち。そう、ワンワン。おばばさん、おばばさん。うん。妖怪リクルートの相談会、夜にこの場所って聞いたんだけど。ウィス、怪しげな勇気を感じるで、ウィス、うん、よし、サーチしよう。あ、サンダルだ。ん？いないな。あれ？扉が。不思議な扉を見つけた。あ、この中に引きこもりか。なるほど。よし、引きこもりが引きこもってるぞな扉でウィッスにゃ。鍵かかってる。うーん、機械のワークで開けられたりしないかなと。お、はい。入れちゃったけど、敵まみれじゃん。はい、どうもすみません、妖怪リクルートの運営をしております。はい、どうやって作ったのとバレちゃいましたと。不思議探検者の新メンバーのことですね。そうですね。明日の夜行こう。明日の夜ってかリアルタイム、どういうこと。出れない。こんにちは、ゴー。帰ってきた。明日の夜、姫ちゃんちょっと俺のベッドで一緒に寝ようか。ついでにウィスパーも帰ろう。何がいいかな。これ邪魔なんだよな。ガガミン、小松あずら、ナルシスト、私リーマンですから、チッタンです。ちょっと連れていくか。よし、まあこっちだよね。イエーイ、シャック。そろそろ寝よう。ね、夜まで寝る。さーて、夜っていうかまだ夕方だけど、やっぱシャドウサイズの妖怪でっかいから邪魔だよね。
リアル一日じゃなくてよかった。ピンとこんな。チバッチ、私も鍛えましたっと。お、探偵っぽい方を。タオさんたち、実は探偵がですね。ピンとこん、いや、このこちらの方はまた別のお客様ですと。人材紹介してもピンとこないという理由で突っ放られましてね。何これ、99回目。なるほど。悪質クレーマー来た。なんかな、僕がクレーマー、ピンとこんな。他にいい子いないの？紹介してよ。早く早く。ダメだに。クレーマーはそうなんだよね。だいたい自分が悪いことしたと思ってないんだよ。ほんとね、職業クレーマーの方がマシだよね。うん、ピンとこんな。僕お客様だよ。うわ、じゃあバトルしようよ。負けたら諦めてあげるから。強引だな。ジバニャンの非攻撃にして弾き飛ばしてやれ。コーンポ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 ンってポップコーンにしてやれ。すみません、すみません、お願いします。ダニ、お客様って自分で言うやつにろくな客はいない。ダニ知ってる。出れないのかここ。なんかな、ピンとこん、ピンとこん。まあね。ドゥーン、ちょっと五右衛門衆の形跡が。頑張れ。あれ結構強い。やっぱボス扱いか。好きや。ジバニャン強いか。私がジバニャンだ。気合いの一撃。24かな今のダメージ出たの。ほらあの23だ。結構強いよ。スライダーも来てなかった。気のせいか。仲間が勝手にやってくれる。負けちゃった。諦めるよ。ピントコンはどんな人材を探してたのと。そうですね、ピザを膝と言い間違えない人材が欲しいとの紹介ですね。いやー、ピントコン、ピントコン、あれだね、あのこれ言葉だけで解説しようと思ったら無理だよね。あの手の腕のあのここ肘を10回言ってって言って、ピザって10回言ってって言ってピザ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 、じゃあここは肘って肘指さして肘、言いにくい、分かりにくい。10回クイズ口だけじゃ無理だね。さあ誰誰。犬じゃねえ、おっさんじゃねえかよ。銀大一幸之助、銀大一幸之助じゃねえか。どうも銀大一じゃ。そう来るとは。ダニー、ただの人間、人間っぽいダニー、ふさわしいダニー。保護者かな。凄腕の探偵さんですよと。見えちゃうタイプの方でしてと。何ですと。やはり見かけにはよりませんだ。ダニー、ベテランの本物の探偵連れてきちゃった。ダニー、スケキヨですかその犬。番犬からお使い、番犬探しだって何だってできちゃうんですよと。警察犬ならず探偵犬ですなと。ダメダニ、身の立場も取られるダニ。もうこいつらだけでいいんじゃないかなってなっちゃうから。実力、経験、人柄、全てにおいてこの方々しかありえません。採用採用、即採用、即乗っ取られちゃうよ、そんなの採用したら。おい、
おじいさんだによ、採用しちゃうだに。ワクワク。有能そうだし大歓迎。よろしくな、はい。私は他の仕事がありますので、ありがとうございます。身じゃ力不足だに、ベテランの探偵の方がいいだに。ウサピョどうしたの？しょんぼりだに。しょんぼりだに、捨てられるかもって不安だっただに。捨てるわけないじゃない。お嬢さんら、ちょっと聞いてくれんかね。名探偵の素質がある。だから実力をつけようと焦ってはならんのじゃ。わしが探偵として大事だと思うんはどうやって成長してきたかじゃ。わしにも相棒がある、このスケキヨじゃ。駆け出しの頃から苦楽をと。スケキヨ何歳？妖怪じゃねえかそれ。おじいさんが20歳ぐらいから探偵したとしたらもう40年ぐらいは経ってると思うんだけど、スケキヨは妖怪だった説。お互いよく失敗したもんじゃがの、地道にやってきたからこそ成長できたんじゃ。探偵を続けられてこれたのはお互いが好きで一緒にいることが楽しかったからじゃ。ダニ、稲穂といると楽しいダニ。身がダメならもっともっと頑張るダニ。ほれ、そちらの相棒さん見えてる人だな。わしらを採用する前にマジドは、2人でゆっくりと成長していくのが良さそうじゃの。不安にさせてごめんねっと。みんなほー。この探偵コンビの成長が楽しみじゃの。もういい話だな。いや、金田一さんと会えたのも修也さんのおかげですし、お寿司。いいもスケキを、あのスケキをマジやべえからね。頑張れ。ちょっと修也君。私の頼れる相棒ですからね、妖怪探偵団には入れさせませんよ。いや、ウサピョンがどれだけ有能か皆さんに見せつけるチャンスではありまっする。あ、人材派遣してくれる、ヘルプで駆けつけますよっと。なんでそうなるだに。あ、すごく心強いけど君ならやれる。不思議探偵社のエースの力を見せつけてやるのじゃ。やるなに。そこまで言うなら仕方ないなにね。困ったらいつでも呼ぶなに。うさぴょん、うさぴょん。ニックネーム、あー、お任せがない。うさぴょん、うさぴょん。まあうさぴょんもね、名前変えちゃうとわけわかりにくくなるからこのまま行くんだけど、ウサピョンのあだ名な、ニックネーム UMA とかさ、ウマピョンとかさ、 USAU カーモンベイベーね。今年の年末までは持ちそうにないやつ。いやー、まあまあ、ウサピョンはウサピョンで。頼りにするよ、稲穂さんたちも頑張ってね。もちろんであります。いっぱい聞けて、いっぱい喋れる。いっぱい聞けて、いっぱい喋られる。やるだ、稲穂とならなんだってやれるだに。やったね、仲間が増えたよ。宇宙ドーナツ、なんだ、バトルなんもなかったのか。あ、ウサピョン、やるだに。さあ、ちょっと強さチェック。ここでいいか。ウサピョン、あ、 B だ。気ままで冷静、ベイダーモードで
ベイダーモード全ステータスアップ、ビームショットは遠距離攻撃が連続5回打ち、あ、雪結晶の術、武闘の術、普通に、あー、揚力型だな、揚力93、強いな、ほら、やっぱ強いな、しかも素早さ早いだもんね、このパラメーターで。普通に強いよね。ほら、ジバニャンより強いよ。ジバニャン、まあ、D だからね。コマさんも C。いやそして意外に強いマグニ。E なのに。猫また。同じ B で考えたら、この辺か。20。その分腕力がないからな。でもね、技に腕力使うの一つもないからどうでもいいよね。無属性のダメージ。あれが物理？その辺がね、ちょっと守備力が低いのが怖いな。コマさんずら。あ、30年後にはコマさん C になってるよ。やったね。30年修行して C か。例えばジバニャンも1個上がってたよね。ジバニャン、ほら、C になった。30年修行して C か。夢がないな。はーい。